こんにちは。田口翔さん24歳という方が逮捕されました。山口県のある町で4630万円ものお金を間違えて振り込んじゃったっていうことがあったんですよね。で、その振り込みを受けた方が田口翔さんだったんですけども、田口翔さんの行動に褒められる点があるかって言ったらやっぱりないかとは思います。けど私たちは冷静な立場から客観的に正論を言うことはできるんですけども、実際にね、数百万数千万ってお金は人の人生や命を左右するものだっていうふうに思いますよ、私は。私は事業者の立場から同じ経営者仲間の悲しい人生をいくつも見てきました。借金500万、800万、時には300万。これが返せないという重圧に耐えかねて、私よりも早くこの世を去った人が何人もいます。そのぐらいお金ってのは人の命を捕まえるんですよ。人の人生を狂わせるんですよ。だから言いたいんですけども、このお金を誤送金した人、責任が重いと思いますよ。人の人生をこれで壊したわけですから、そのきっかけを作ったわけですよ。もちろん、客観的な私たちの立場から言うと、身に覚えのないお金が入ってきて、それを自分のものにするとはなんてことやと思いますよ。でも果たしてそうなんでしょうか。誰もが恵まれた人生を送ってるわけでもありませんし、誰もが正常な判断をその時にできるかどうかは限りません。例えば大きな金額が銀行に入ってきた時点でドキッとして何これって感じで動揺するでしょう。つまり正気ではいられなくなる瞬間ってのがあるわけなんですよ。それが長く続くのか、いや待て待て、これはなんかおかしいぞっていうふうに冷静に変えれるのか、それは個人差がありますからね。この田口さんももしかしたらね、4630万円の件で追及をする、町の方か警察の方か分かりませんけども、そのアプローチの方法によっては確かに俺悪かったねってなったかもしれないけども、アプローチが下手だったからこんな逃亡みたいなことをしたのかもしれませんし、もしかしたらうまくやればね、逮捕とかってなんなかったと思うんですよ。それこそ素直にお返ししますみたいな取りまとめができたかもしれないんですよ。でもそもそもこのお金を返さないっていう発想が根本にある、その原因はどこにあるのかなと、私たちロスジェネ世代からのちょっとね、勝手な考えを言わせてもらいますけども、私たちは積極的に犯罪をしようとか暴動を起こそうと思わないんですよ。でも誰かが火をつけたら、もしかしたらそれに後ろの方で加勢するぐらいのね、気持ちは残ってるかもしれません。そういう意味では潜在的には犯罪者を自分の中に抱えてるんですよ。でも積極的にする勇気まではないんですよ。積極的に行動する、そんなところまでいかないんですよ。でもちょっとしたきっかけでね、手に例えば銃が渡されましたとかね、それから家に帰ったら可愛い女の子がベッドになぜか寝ていましたとかね、それとか銀行に入金がいきなりなんかありましたとか言ったら、別の自分が起きてくるかもしれないんですよ。で、そのきっかけを作らないように私たちは少なくとも自分の行動を抑制して真面目に生きていこう、人に迷惑をかけないようにしよう、その現実とモラルの間でもがき苦しんでいるわけなんですよ、私たちロスジェネ世代はね。じゃあ私たちでもそうなのに、まだ若くて経験もない、大金を手にしたこともない、もしかしたら自分なりの不幸や悩みを抱えているかもしれないこの24歳の田口さんのところにお金がドカンと入ってきた。冷静でいられるもんなんですかね。それほど私たちは人の善意を当てにしていいもんなんでしょうか。そもそもこんなミスを犯すことに全ての原因があったんじゃないかと思うんですよ。こんなミスが起きるような体制を取っているんですか、普段の業務は何やってるんですかってことですよ。ね。で、片っぽではあれでしょ、予備費の12兆円の中の11兆円が行方不明なんでしょ。そっちをなんとかしろよ。そっちを毎日報道しろよ。なんでこんなね、自分で積極的に意図的に悪さをしようと思ってお金を取ったわけでもない人に詐欺罪で追及みたいな発想になるんだよ。ね。予備費の11兆円はそれは不問なんですか、誰も罪に付されないんですか、何ですかそれはということですよ。で、4630万円、これを463人に送金しようとしたんでしょ。じゃあなんで送金処理が1回で終わるんですか。はい、送金処理終わりました、463件に送りましたっていうふうに担当者が言って上司の確認取ったんですかね。1件に送信して4630万円なくなりました、ミッション完了ですって言って上司に言って、上司が「あ、1件に送って4630万円、うん、分かった、 OK」みたいな感じになったんですか。それはおかしいだろうと、すぐ銀行に問い合わせて「相手方の銀行口座を凍結する処理取ろうよみたいな感じですぐ動いたんですかってことですよ。そんなことをせずにね、昼飯食って遊ぼうしようして、ああ今日も仕事終わったな、疲れたなってからお家帰って風呂入って何日かして、あなんか問題になってるよみたいな、他人事じゃねえだろみたいな感じですよ。しかも4630万円誤送金した後も残りの462人の方には別のところからお金を持ってきて10万円ずつ送金しましたみたいなことを言って涼しく言ってるわけでしょ。そのお金どっから出てるんですかと、ね、私たち事業者の立場からすると4000万円ものお金をね間違って送金したらもうお金ないですよ。他にはそんな会社に融資も起きませんよ。終わりですよ。なんで平々のんのんとしてね、いや飯も喉を通りませんみたいなこと言ってるんだって話ですよ。もう飯も喉を取らないどころかね、もう命がかかる問題ですよ。これはこの金額は人の命もそうだし、それをやってしまった人もねもう申し訳なくって街歩けないですよ。いやそのぐらいの気持ちでやんないと、私たち納税者はお金のミスはすぐ死に直結するわけですよ。でその責任は全部社内で個人的に取るしかないんですよ。どっかからともなく残りのお金が湧いてきてね、すぐにその支援金が払えた状態になる、4620万円が補填されましたみたいなことにならないですからね。もうそう考えたらね、その消えた11兆円も相まってなんか吊るし上げる相手違うだろみたいな。そもそもねこんなのがツイッターのトレンドに上がるよりもガーシーをトレンドに上げろよ、ガーシーチャンネルをというところまで来ちゃうじゃないですかってことですよね。田口翔さんね、まあいろいろあったんですよね。決してこれをオンラインカジノに使ったとかね自分のものにしちゃったっていうのは決してこれは擁護できませんけども、もともとの根本原因、火をつけたのは誰なんだってこと、これは忘れられないですね。火をつけなければ全焼しないわけですよ。煙も上がらないんですよ。不審火ですよ。間違いで放火しちゃったわけですよ。そっちの罪の方が重いような気がしますけどもね。皆さんいかがお感じでしょうか。それでは以上です。